輸入ラケット、まあ、競技用とかせっかく取り扱ってるしラケットもちょっと取り扱おうかなと思って一回ちょっと自分でも試してみたいなと思って仕入れました。はい。ということでちょっと買ってみましょうか。はい、ひょうひょうを。ということでひょうひょうの O3 貼り上げました。フォアはひょうひょう、ショーブルーの41度で、バックはテナジー05。いやもうなんか握った感じめっちゃ薄い。グリップも薄い。あーちょっと緊張する。お願いします。お願いします。でも結構ソフトっぽいです。音でも柔らかいし、柔らかい、ね、でもめっちゃ飛ぶ。あの、あ、衝撃や、いい。やばい。え、もう使いますか。うん。いや、なにこれ。なにこれ。ちょっと回でファイバーってこと。うん、ちょっと似てる。でも、ファイバー系統は似てる、系統は似てる。でももっと飛ぶ、たぶん。あー、で、それは、ね、もう手と同化してる。うわ、すげえ。ちょっとドライブ行ってみます。体力さえ続けば受けたボールの感覚はでもね、ディスカリアとあんま変わんないです。ずしっと感、うん、まあ、うん、あれぐらいずしっとする、はい、多分自分で打った時の多分ね、安定感が良さそうです。自分で打ってる感はめっちゃある、うん、ほんまにある。こんな気持ちいい打球感初めて、生まれて初めて。もう一言で言ったら気持ちいい、うん、自己満ラケット。もう気持ちいい。もうなんか全部の感覚がある。ちょっとゼロゴールって言う。だけどインナーでしょ。これはインナー。あ、でもやっぱひょうひょうやな。ひょうひょうのためのラケットやな。いや、すげえな。ちょっと下回転で見ていい。あ、もうな。サーブが違う。飛ばすか。あの、もうなんかミリ単位でコントロールしてそうな感覚。じゃあもう打ったら後で打ってみて。もうミリ単位でな。打ってみて。そんな飛び方する？分かった、来い。あ、ちょっとな、気持ちヘッド返しに行くと最高に球が伸びる。こう少しだけヘッドを返しに行くと、いい意識ですね。いや、こんなにいいと思わんかった。こんなに音やっぱいいですね、うん、歌う方がいいわ。いや、ほんまに歌う方がいいと思う、これは。これは触ったらあかんやつ。いや、ほんまに触ったらあかんのこれ。これもう飾っとくべき。もうな、もう何も使えなくなる、ほんまに。ちょっと打ってみて、ほんまに。ちょっとほんまに打ってみて。いや、すげえ。もうフォア打ちの時点でな、ちょっと一瞬。もうカウンターとかしなくていいんですか。いや、もうちょっと先に打ってほしい。とりあえずあれですよ、もうちゃんと言ってください。もう嘘冗談で。グリップ最高、まず。薄いやろ、なんか薄いね。冗談できる、ちゃんと。もう、良くなかったら良くないで。まあ、人はそれぞれやからね、やっぱこの辺があるから。はい。はい。やらせや。いや、めっちゃ、ほんまに。やったらあかんねん。じゃあ今僕ね、テンションの打ち方で言ったんですよ。
全然いける。めっちゃ話せやん。いや、ガチや、もう打ったら分かる。いややらせるものがあるわ、こんな。いや、もう、いや、もう、いい、ボールいく。めっちゃ来てる、ボール。ほら、結構。おぉ。ちょっとヘッド返すな。持ってる。ああ、今の。やらせ。なんか、ミリ単位でコントロールしてる気がするけど、分かる。それは言い過ぎ。でも、これは、いや、いや、最近のやっぱ流行り、あの、飛ぶけど、ちゃんと持つ。あ、でも、ここまでの完成度は、未だかつてない。うん。ファイバーよりもちょっと飛びます。回転は飛ぶ飛ぶ飛ぶ。で、もう玉持ちはなんか飛ぶみたいな。玉持ちは あそこまでないかな。怪力ファイバーの方がもうちょっと木材チック。え、これインナー、インナー何。いや、それな、だから俺感触的にあのマロンカーボンみたいな感じかなと思ったけど全然違う。もう全然違う。全然違う。サーブ出してみて。ひょうひょう使ってもいいかなってなる。テンション使ってね。もう何でもいいからサーブ出してみて。俺のカーブ、うわ、分かる。コントロールしてる感がすごい不思議やろ。うわ、エナジー、あ、めっちゃいいわそれな。テナジーちょっとバック打ってみて。これちょっとやばい。持って帰ってるから。あかん、あかん。ほんまにどうする。マジで欲しい。いや、僕、あの、ビスカリより欲しい。言っちゃった。ほんまに、ちょっとバック打ったら、もっと欲しくなる。心を捨ててやん。なんか嫌だな。はよ、打ってね。あ、ごめんなさい。あの、これはでも好き嫌いあるかも。僕、結構このエラ派っていうのちょっと苦手なんですよ。スティガのやつに近いから、ちょっと苦手。感覚はいいけど、うん、これでも好き嫌いあるから、ね、こんなん削ったらあかんわ、俺は許さんわ。勝手に削るわ。ちょっと後ろから見てよ。わ、おお、あ、あ、おい。あの、もうな、まあ、あのビスカリで言うてもポテンシャルがいいから、もうこれもとてつもないな。何でもできそう。いや、えぐいわ。いや、素晴らしい。ちょっと待って、ちょっと待って、飛びすぎる感はあんのかな。結構飛ぶな、飛ぶ。ちゃんと前にスイングしないと、やっぱり、うん、ただ、こんだけ飛んで、こんだけコントロールできるっていうのもほんまにすごい。でもやっぱちょっとエラ張ってるな、痛いな。おむすび、おむすび反応。クリームパンって言われる。特大のこれパワハラで訴えていいのか。そのなんか黄色がスタート。シャツ、あ、怖い。あ、素晴らしい。いいよ、いいけど絶対ぶつけん時や。まあ、素晴らしい。出ないでね。オーバーリアクション。いや、僕はでもほんまに思うと思って言うんで。前振りですか。いや、そんなのできるメーカーちゃうから、ね、そうそう、だから別に何言っても特にいいね。だからいいもんはいいで、やっぱり一切忖度できる。ちょっと思ってやる、ちょっとだけと思ってやる。忖度できるんやったらしたいで、構想来たわ、うん、いや、もうな、フォアチューンスでな、マジビビると思う。まあ、でもこれグリップ、うん、いいかもしれないと思う。結構面でやすいですよ、こう。早打ってみて。めっちゃいい。俺最近娘に言うてんねん、ガチっていう言葉使ったらあかんねん。え、このまま、え、ほんまに、ほんまにこれ、ほんまに、ほんまにめっちゃいい。ヨーヨーの力じゃなくてできる。ちょっとテンションの力じゃなくて、いや、なんかもうそういう次元を凌駕してるな。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。
怖い。めっちゃいい。ちょっと気持ちヘッド返しに行ってみて。もっと球かすね。いや、解放してよかった。グリップも関係ある気がするんですよね。このラケットちょっとこうそう、なんかちょっとこのラケットの角度の出方がちょうどポイントが当たりやすいんですよ。ワンリキもどうよ。確かにちょっと外で、こっちもできますね、ワンリキ。まあ、それは腕の問題だ。痛い。怖い怖い。今めっちゃ痛かったですね。競技の球ではない。ほんまに、いや正直なんか2人って言ったじゃないですか。仲良いじゃないですか。いや僕マジでなんかあんまない感覚ですねこれ。そう、なんか感想が言えへんねん。なんかもうこの部分がいいとか、なんかこういう感じとかじゃなくて、なんかもうあの怪力ファイバーとバッター比べちゃうんですけど、怪力ファイバーよりもやっぱ飛ぶっすね、うん、飛ぶんですけど、打った時に離れる感覚がめっちゃいいんですよ、ちょうど。そう離れる感覚が硬すぎず柔らかすぎず、表でも全然コントロールしてる感覚が、コントロールしてる感覚ある。ブロックしても絶対いやろうし、ちょっとあれに近いやろ。いや近いのないやろ。大丈夫、まあまあそれは止まるな。いいし、めちゃくちゃいいわこれ。ライジの話になっちゃうんですけど、初めて高速エクストリーム打った時のあの感覚、わかる。このボールを包むような感覚の中ででも飛ぶ飛ぶ飛ぶっていう、あの感覚がすごい近いです。もっといろんなことしたいような。そうですね、これめっちゃいいと思うんですよ。ほんまにいいと思います。僕あんまりね、この3人の中でラケットね無関心なんですけど、これはほんまにいいですね。あ、でもこうなったら他のラケットめっちゃ気になる。めっちゃ気になる。そう、ハオ3絶対になりさそう。でハオ3が多分なんかもうちょっとしなるんかな。薄いし、あ、なんかな、やばい。あのフィスカリアとかのあの良さと全然違う。種類が違う、ブロックは。あのこういいラケット巻けへん言ってたやんか、はい、巻けへんってのはこうパンってこう打ち返せるやんか。ただこれな、すごいのかな、こうなんかめっちゃコントロールできる感じですか。いや、分かる気がする、それ打った瞬間の感覚的に。手前に落とせんねん、負けへんのに。ちょっと気出して。うわー、一瞬当たったっすよ。いや、当たった、当たった、当たった。めっちゃいい。え？今までなんか一番走る気がする。この回転もかかる。ああ吸い付くしかない。うん、吸い付く。なんかどっちでもそれやな。俺もチキータ言ってるから。なんか言えへん。この感覚が気持ちよすぎて。めっちゃ気持ちいいですよね。うん、ほんまに気持ちいいこれ。うわ、いや衝撃や。もうなんか一生しだしたい。横入れとか簡単にできそう。一生しだしたいな。いや、ほんまにいいです、これ、ラケット。あげへんねん。なくなってるかもしれないですね。これはもう、ちょっと、うち取り扱おうか。はい、それ絶対取り扱った方がいいです。ちょっとハオ3が気になるな。うん、ただなんか、他のラケット売れんくなる。そんなことはない。それは大丈夫。まあ、やっぱ好き嫌いは分かれるんでね。まあ、打ってよかった。ほんまよかったですね、それ。ほんまに、いいですよ、それは。強評の O3 めっちゃいい、良すぎる。またちょっと入荷したら、あのツイッターとかでちょっとご連絡します、うん、ぜひお楽しみにしてください。で、また他の放送機のラケットも順次シダを流していきますので、ぜひそちらもちょっと期待大事。いやでもこれ打ってから他のラケット、いやそう、これ最後にしたかったな。いや順番があかんわ。なんかいいやつから選んでもらったな。ちょっと良すぎるわこれね。えせやねんな。でも逆に違いすごい分かりそうですね。まあ、うん、ということでちょっとまたぜひ次回お楽しみにしていてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。